ドリルデザイナーの古川和也です。一番時間を使って悩むのはおそらくオープニングセットです。おもちゃ箱という小テーマで近づけて配置してしまうと、全てがごちゃごちゃして縦と横が同じ距離離れている45度のラインになります。